栃木県栃木市。江戸時代から交通の要衝として陸路と水路が大きな役割を果たした栃木。物資が各地から集まり、それを納める蔵が作られました。で、今日のカメラはゆこさんなんですか？今日は富士フイルムの XT5 に、うん、オールドレンズのペンタコン 29mmF2.8 のレンズにフィルターがノスタルトンオレンジをつけてます。すごいね、すげえ重ねてきたはい、まあこれでまたいろいろとね、はい、皆さんと一緒に旅をしていこうかなと思います。すごいね、なんか建物がさ、あ、これ片岡写真館だって。建物が本当におしゃれだね。うん、すごい、めっちゃさ、レトロじゃない、ね、レトロだね。なんかね、なんか面白いよね、こういう超こういうさ、ライトも。本当だ。あ、ここ床屋さんなの。見て、超すごいおしゃれな喫茶店ある。めちゃめちゃ可愛いんだけど、ここすごくない？めちゃめちゃレトロだよね。金魚湯、すごい、なんかちょっとした千と千尋みたい。ここで入り口が分かれるってことかな。男湯と女湯でね、もう入り口から。面白いね。え、やば。めちゃくちゃ、ちょい口川越みたいな。え、すごい。京都鈴なり屋、ベビーカステラ。すごいね。向こうのさ、ゆうこさん、日用品雑貨見て。やば。麦わら帽子。いや、もう蔵やばくない？渡るか、ここね。そうだね。やば。とりあえずゆうこさん、腹が減ったんで飯を食いに行きましょう。で、この先に那須美食堂っていうところがあるから、そこがね結構おいしいみたいで、なんか変わったメニューがあるみたいなので、ちょっとねそこに行ってこようかなと思います。はい、ほら、平日限定おまかせ定食、もろかつ定食、もろかつ丼定食、もろかつ丼定食いいね。ゆうこは何だっけ、このもろかつ丼定食、はい、ありがとうございます。これそうだね、はい。もろはサメ。サメ、栃木県とサメ料理ってすごい、うん。サメがいる。さすが。いただきます。はい。まずサメから。おお、モロね、モロ。普通のトンカツとどう違うんだろう。そうだね、確かに。マヨネーズ。見た感じなんだろう、チキンみたいな感じ。あ、確かになんかチキンカツだね、うん、いただきます。はい、うん、
白身魚っぽいんだけど、うん、鶏肉っぽさもある。なるほどね。うん、中間。サメって食べたことないよね。うん、でもなんかそのサメ特有の臭さとかはないかな。うん、ああ、なるほどね。うん、ああ、美味しい。ああ、美味しい。うん、よかったよかった。そうだよね、海鮮系苦手だけどこれはいける。うん、あ、美味しいね。うん、いいじゃんいいじゃん。うん、いただきます。うん、まっ。全然うまい。これでさ、いくらだっけ、600いくらとかだった。安いね。すごいよね。これがついてんの、移動のせいか。醤油味、もっとくらい。湯葉。多分湯葉。うまっ。甘い。これうまいね、湯葉。食感もいいし。うん。おいしい。おいしいよね。うん。なんかあの切り干し大根じゃないけどさ、うん、なんかそんな感じがする。すごい味染み込んでるよね。うん。これ絶対おつまみだよね。ビール合うよね。ビール。かわいいよ、ゆうこ。土地付け、ここにも土地付けだよ。すごいね、ここまで土地付けやるの。土地付けクッキーもあるよ。すごいな、じゃがいも入り焼きそばパンもある。これ B 級グルメなんですよね。どう、やってはいないけど、おしゃれっていうかさ、ほんとレトロだよ。はい、あー、すごい、すごい昔のおもちゃ。懐かしい。すごいね。あー、あの、あれ浮かせるやつじゃん、ボールヒューって。ここ見る？うわ、すごい。あ、こんにちは。すごいね、帽子ね。なんか、インティ未来、インティ未来だって。すごい懐かしい。スプリック用とかもある。うわ、すごいな。船来るのかな。どうだろうね。あ、でもあそこにいるわ。いや、マジでここ最高じゃない。すごいね、うん、静かだし、うん、本当に昔ながらのさ、時が止まったような感じだよ、ここもね、うんうん、川越はさ、あんまりこう近くに川じゃない。あー、確かに。本当に蔵の、うん、蔵がね、こうずっと並んでる感じ。そうだね。それはなんか蔵と川がね、本当あって、マジで、うん、こここそ本当になんか小江戸っていう感じはするね。意外とあの柳のね、葉っぱがいい感じ。ああ、確かにそう、柳の葉っぱすごい雰囲気出るよね。うん、うん、いいね、めちゃめちゃいいよね、うん、宿場町だったみたいだよね、うん、ここは。そうだね、すごいよね、うん、うん、でこのさ、何、塀、うん、っていうの、これ黒い、これもずーっとここつながってんのすごいよね。うん、この塀は本当にすごい。なかなか見ない。見ないよね。ちょっとこうカーブになってるのもさ、いい感じ。うん。ただ、あっちいの。めちゃくちゃ暑い。めちゃくちゃ暑いよね。
今日はゆうこさんもね、あの日傘を持ってきたんですけど、それでも暑いよね。これか、このなんだっけ、霊兵指導、これ日光街道っていうか東照宮まで行くのかな、ね、うん、見てください、栃木のね信用金庫なんですけど、めちゃくちゃおしゃれ、なんでこんなにもおしゃれなのやばいね、格子ついてるよ、だっていう瓦の屋根だからね、へえ、変わってるよ本当に、はい、ああ、ここここ。うわ、すごい。こんにちは。はい。はい。すごい。なんか炭酸とか、うん、アイスコーヒーもあるよ、これ。あ、カフェオレとかも。すごい。それがある、いろいろある。フルーツぞろいだ、リンゴ、キウイ、白桃、うん、リンゴね、シャキシャキ、超うまい、使ったからね。で、栃木駅もすごいおしゃれじゃない。ね。このあれはなんだろう。なんだろう。あ、なんかモンスターボールみたいなの置いてある。モンスターボールみたいな。すごい。なんかモンスターボールみたいなの置いてある。すごい、ね。うん。あ、でもそっちも蔵とかさ。うん。いろいろあるね、せんべい屋さん。なんか栃木ってキャラクター多くね？なんかめっちゃ多いよね、キャラクター、キャラモンが。しかも可愛い。意外に可愛い。意外と可愛い。うまそう。いろいろあるな。何？うわ、え、うまそう。何これ？バターサンド。アイスだと思ったらモナカだった。モナカバターサンド。いやいや、うまそうでしょ、モナコバターサンドって何それ、え、めっちゃうまそうじゃん、これはね、49万ミリリットルだ、ほんとだ、でっけ、ちょっと俺とツーショット、あ、ここも観光案内所というか交流館みたいなところ、すごっ、かわいい、ここにだけ、なんかしかもさ、栃助だよ、すごい、栃木レザー屋さんですね、ここはすごいね、まさに俺今このカメラストラップにつけてるのが栃木レザーなんで、いや、お世話になってます、しかもおしゃれなのよ、これ革ののれんだよ、栃木レザーってね、前調べた時もそうだったんですけど、ミモザの樹脂を、樹液を使ってやるんで、このお店の前にね、ミモザの木がね、すごいよね。わあ、栃木レザーのアンテナショップということで、はい。すごい。かわいいよ。栃木、とちおとめだからね。うん。いちごの栃木レザーね。あ、栃木尽くしやん。うん。いろんな色あんね。うん。なんか、こんないろんな色あんね。赤茶色みたいな感じ、わー、いいね、これどんどん使い込んでいくと味がある、出てくるんでね、え、面白いね、小銭ここで、ここでお札、うん、で、カードに、なんか初めて見る形で、この財布の形としては、いいね、ちっちゃい財布、わー、かさばるからさ、すごいな、かわいい、
はい、ちょっと珍しいものを自動販機に売ってたんでね、はい、買ってみました。めちゃめちゃ珍しいよね、うん、見たことない、見たことないよね、パン屋目とラムネ。はい、ここが蔵の町遊歩道っていうところ。どこ、そこか、すごい、ね、あ、なんかすごいね、ほらマーライオンみたい。いや、本当だ、マーライオンだなんじゃこりゃ、うん、マーライオンだ。いやでもやっぱ柳の木があると雰囲気あるよね。うん、うん、なんかちょっと違うよね。違う、川にこう柳があるとすごいね、気持ち的にさ涼しくなるよ、うん。あ、これ、はい、はい、いいよ、はい、これね、さ、はい人も食べれますか、やつだ、うん、ここにも声集まってんじゃん、はい、いいよ、はい、うわー、カモも来た、カモも来た、カモも来た、はい、はい、食べろ、食べろ、ほら、食え食え食え、いきまーす、ほい、うわー、すごいね、あなたたち、カモも乱入ですよ、カモも欲しいんだって、うん、うわー、うわー、うわーやばいやばいやばい、ここは激しいここはやばいすごい、こういうマンホールもある、いいね、ご当地っぽい。ひまわりいいね、この建物といいね いや、すごい屋敷、館やば、子供があんなこんなになって全身使って鯉を捕まえてるよ受けるいや俺まさかここまで栃木市すごいとは思わなかったよ、うん、うん、舐めてたもん、舐めてたね。いやほんとここいいわ、まだまだ行きたいところはいっぱいあるもんね、うん、うん、回りきれてない、回りきれない全然。